謎だ。始まるよ。もう豚が興奮してきた。はい、それでは大変長らくお待たせいたしました。本日は白谷動物園にご来園くださいまして誠にありがとうございます。ではただいまより動物さんたちによりますアニマル学習発表会スタートしていきたいと思います。最後まで一生懸命頑張りますのでどうぞお付き合いの方もよろしくお願いします。めっちゃ萌え声です。はい、ありがとうございます。では早速いきたいと思います。まず最初に頑張ってくれるのは向かって右側にいます大きな豚さんです。女の子で名前をマーリーちゃんと言います。さあ、あんまり芸をするイメージがない豚さんですが実は結構いろんなことができる賢い動物さんです。ではまずは後ろのワンちゃんたちのようにお座り。さあ、ちゃんとお尻を地面につけてはい、お座りの形になっていましたが、まあ、今一瞬だけでしたので今度はもうちょっと長いことお座りをしてもらいます。さあ、そのまま5秒間待てに挑戦です。さあ、動かずじっと待つことができるでしょうか。いきます。1 2 3 4 5。いいでしょうか。はい、ありがとうございます。さあ、お姉さんの方じーっと見つめてね、しっかり5秒間待つことができました。すごいね。では今度はさあ、お姉さんの掛け声でその場で3回転に挑戦です。さあ、しっかりお姉さんの声を聞いて、はい、1 2 3。はい、よろしくお願いします。はい、こちらもしっかりとね、姉の頑張りを聞いて3回で頑張ることができました。では今度はこちら側、向かって左側にいるヤギさんに出てきてもらいます。さあ、男の子で名前をマッシュ君と言います。さあ、マッシュ君は、お姉さんと息を合わせてスラロームに挑戦です。さあ、歩く足の間をうまくくぐっていく種目なんですけれども、さあ、マッシュ君リズムよくいけるんでしょうか。さあ、マシュ君しっかり行きますよ。よいしょ。さあ、リズムよく行きたいところなんですけれども、大丈夫かな。さあ、マシュ君、もうちょっとテンポよくお願いします。さあ、ものすごいスローペースですけれども、さあ、リズムよくマシュ君頑張ってくださいよ。マシュ君、ものすごい今日は時間かかってますけれども大丈夫なんでしょうか。さあ、なんとか行きはぎこちないながらも行けました。そのまま帰りもちょっと頑張ってもらいます。さあ、行けるかな。よいしょよいしょ、すごいですね。はい、なんとか後半はね、しっかりと足の間をくぐることができました。それでは次はワンちゃんにもともスラローム頑張ってもらおうと思います。さあ、頑張ってくれるのは黄色い台に座っているワンちゃんです。女の子です。名前はさくらちゃんと言います。さあ、さくらちゃんはね、マシュ君と違って指による指示がありませんですね。しっかりお姉さんの足を見てぶつからないように気をつけてください。さあ、それではいきます。あ、すごい。さあ、さくらちゃんもね、リズムよくスラローム頑張ってくれています。ではそのまま帰りはお姉さんが後ろ向きでいきます。行きとは逆の方向でスラロームです。おー、すごい。さあ、迷子になることなくね、リズムよくスラローム頑張ってくれています。あとちょっと、はい、よしよし。さあ、さくらちゃん見事にスラローム1往復クリアすることができました。それでは次からは道具を使ったゲームに移っていきたいと思います。まず使うのはこちらです。青と黄色の5つのハードルを使ったハードルゲーです。さあ、このハードルゲーにトップバッターを務めてくれるのは、さあ、緑の台に座っているワンちゃんです。女の子です。名前をミミちゃんと言います。さあ、まだまだ練習中のものではありますが、さあ、ハードル倒すことなくいけるでしょうか。よいしょ、頑張って。そのまま帰りも行けるかな。頑張って、よいしょ。さあ、ラスト。はい、よしよし。さあ、だいぶね、ぎこちなくはありましたが、無事にハードルを倒すことなくクリアすることができました。さあ、それでは次
はハードルゲー、さくらちゃんにも頑張ってもらいます。さくらちゃんもね、ハードル倒さないように気をつけて、すごい、ね、いくよ、よいしょ、おお、じゃあ今日も帰ります。おお、はい、よしよし。さあ、さくらちゃんもね、ちゃんと会社全部ハードルの下を作って書いてきてくれました。さあ、それでは今度はこちらの小ハードルを歌のマリーちゃんにもちょっと頑張ってもらいたいと思います。マリーちゃん、さあ、はい、ちょっと体を大きくさせてみて、マリーちゃん。小ハードルといえども、マリーちゃんにとってはこちらのハードル、ちょっと高いと思います。さあ、倒すことなく全部のハードルをしっかりと飛べるんでしょうか。では、今日は片道だけ頑張りたいと思います。では、余裕をつけていけるか、よいしょ、およいしょ、いいですね。さあ、あと半分頑張って、あと1個、さあ、マリちゃん、あと1個頑張って、つかさないで、さあ、最後の1つ飛べるか、よいしょ、すごい、はい、体がかなりね、ボコボコでしたけれども、ちょっと今日はハードル1つも倒すことなくしっかりとね、すごいね。それでは次からは4つの台を使ったダフゲに移っていきたいと思います。飛ばないさあ、このダフゲに頑張ってくれるのは赤い台に座っているまんちゃんです。女の子で名前をはなちゃんと言います。出る気は。それでははなちゃん、ダフゲ頑張って、うわお、さあ、いくよ、いけつけて、さあ、頑張って、いけつけて、いくよ、頑張って、よいしょ、いやいやいや、あなたさっきまでのやる気どこ行ったの。3です、いくよ、はい、頑張って、さあ、勢いつけてね、よいしょ、頑張って、さあ、行ったり行ったりしていますしっかりと飛ぶことができるでしょうか。さあ、はなちゃん、今日はあまりね、乗り気じゃないみたいです。ですのでね、やる気を出すために他のワンちゃんにもお手伝いしてもらいたいと思います。さあ、お手伝いをしてくれるのは先ほどハードルゲーで頑張ってくれたミミちゃんです。ミミちゃんが真ん中の台に座って、その上を飛び越える障害物ジャンプに、さあ、はなちゃん、ミミちゃんが一緒だったらできるかな。頑張って、よいしょ、はい、どうも、さっきまではどうしたんやろ。さあ、最後、よいしょ、はい、よしよし。さあ、はなちゃんね、ミミちゃんが一緒だったら結構すんなりとジャンプクリアすることができました。さあ、それではワンちゃんが面白いジャンプを見せてくれましたので、今度は真ん中の距離を少し伸ばしてロングジャンプに、さあ、一番右側ですね、お部屋があるんですけれども、こちらのお部屋の動物さんに出てきてもらいたいと思います。さあ、出てきてくれるのはシンコの猫ちゃんです。子供の子で名前をファージーくんと言います。さあ、かなりマイペースの時にやっているが、一応服頑張ってもらいたいと思います。さあ、ファージーくん、しっかりと行って戻ってもらいたいと思います。さあ、ゴロゴロしたい気持ちはわかりますけれどもね、しっかりやめたいします。ワンちゃん大丈夫、では、行けるかな、ファージーくん。全然向きが違いますよ。はい、向き変えてしっかり行くよ。おお、いいですね。それではまた帰りも行きます。せーの、歩いて、はい、よし、猫に穴できるすごい、ね、では今度は真ん中に輪っかを入れた輪くぐりジャンプに挑戦です。さあ、だいぶ輪っかは小さめです。足が引っかからないように乗ってもらいたいと思います。では、さあ、マジくん、しっかり向きを変えて、いけるかな、はい、しっかり輪っか見て、いいですね、すげえ、そのまま向きを変えて、さあ、あと1回伸ばして、いいよ、はい、よしよし、余裕がある、なんとかマジくん、こちらのね、輪っか作りジャンプも頑張ることができました。さあ、では一旦マジくん、お部屋の方に戻ってもらいたいと思います。猫ちゃん、さあ、それでは次は床上での輪くぐり芸に再び登場、さくらちゃんが頑張ってくれます。さあ、ファジークが使ったものよりは大きくなってしまうんですが、しっかりとね、輪っか見て頭をぶつからないように気をつけてください。それではいきます。まずはくぐるだけです。さあ、これはね、簡単なのでちょっと高くします。おー、もうちょっと高くします。いけるかな、じゃあ、もっと高くするよ。これはいけるかな、頑張って、しっかり向かって、いいですか。それでは次は斜めです。
あ、すごい。もう一回いけるかな。最後は大技の縦ジャンプです。そしてかどうか見て狙いを定めて、いけるよ、頑張って、いける、頑張れ、おさあ、さくらの人はエピックをする前と床上でのクイズリーで全て成功させることができました。すごい。では今度は、助走いらないバランスゲームに挑戦してもらいます。さあ、すごいの出てきたね。前にあった白と青の台を使って、さあかなり近くでね、まずはバランスで、やろうと思うんですが、さあこちらの、台でバランスで頑張るのは、先ほどジャンプに出てきてくれたマジックですね。さあ猫ちゃん、結構バランスや、まあ、得意な方ですのでね、しっかり気合いを入れて頑張ってもらいたいと思います。はい、最初はこのまま行きます。まっすぐ渡る平均台渡りです。さあこれはまあ猫ちゃんですのでね、準備運動ぐらいだと思って渡ってもらいましょう。はい、さすがですね、軽やかに。これは何も言わなくてもスラスラと歩いてくれています。さあそれではここから徐々に難しくしていきたいと思います。今度はこちらの平均台をぐるっとひっくり返します。さあするとたくさんこのようなものが出てきたんですが、過酷や、過酷や。さあこれ一体どうやって犯人と渡るんでしょうか。さあでは犯人と向きを変えて、ああすごい、おさあ次は上手に体を右左に踏み合わせながら渡ります。さあこのまま足踏み外さないでくださいよ。すごいすごい、すごいな。なんとか1往復ね、おしずりを渡りきりました。ではどんどん行きます。今度は1本のロープを使って、さあ砂渡りに挑戦です。結構ロープが揺れますので、さあしっかりと爪を引っ掛けて渡ります。いいですね。さあよく見ると尻尾でもちゃんとバランスを取りながら渡っていきます。もうすごいね。はい、はい、なんとかね、平和地図にしっかり渡ってくれました。では、次が最後になります。さあ、4つ目のバランス芸は2本の細い鉄の棒の上を渡る鉄筋渡りという種目です。さあ、名前は単純ですけれども、出てきました黄色の2本の鉄筋。さあ、揺れる割には、今度はね、ロック違うので爪が引っかかりませんので、さあ、最後の最後で滑って落っこちないようにしっかりとね、頑張ってもらいたいと思います。では、マジ君、最後の1往復です。いけるかな？さあ、しっかり、まずは前を向いて。さあ、マジ君、最後いきますよ。おお。さあ、手足を見ると、結構、鉄筋が揺れてますが、大丈夫でしょうか？はい、そのまま帰りも。かわいい。すごいな。はい、いいでしょう。では、さあ、ハジー君、出番が終了となりますので、カメラの方へと戻ってもらいたいと思います。では、今度は他の動物さんにもバランス芸に挑戦してもらうんですが、さすがに今、ハジー君が使った台はちょっと小さいですので、後ろの大きいものに変えていきたいと思います。まずは、ハジー君が一番初めに渡った平均台渡りですね。さあこちらの緑色の下の上を渡っていくんですが、挑戦するのはカジ君のお隣、もう一つお部屋があります。さあ今度はこちらの動物さん、失礼いたしました。さあ、出てくるのはハルキさんになります。さあ男の子で名前をスイ君と言います。さあ、あまりバランス芸得意な方ではないハルキさんなんですが、やっと最近これがスラスラ渡れるようになりました。さあそのまま帰りもいいじゃん、はい、すげえ。はい、なんとかね、まっすぐ渡るだけですけども、結構高さがあります。では今度は間にさっきファジー君が、和風に入れてたの輪っかを入れて、うまく足を上げます。さあ上手に足を上げてもバランスを崩さずに渡れるでしょうか。最初は平均台にピタッと輪っかを引っつけた状態でいきます。はい、まあこれはさっきとあんまり変わりませんからね、そのまま渡るのと一緒です。さあ一応輪っかをしっかり確認していけるかな。さあ、はい、輪っかをちゃんと確かめてからね、渡ります。ではそのまま最後は少し輪っかを上げます。
さあ、うまく足が上がるんでしょうか。よい。さあ、どうでしょう。もうすぐ引っかかってます。大丈夫なんでしょうか。さあ、行けるか。よいしょ。さあ、かわいらしかったですよね。多分、スイム自身は結構必死だったと思います。なんとかまあ、落ちずにしっかりね、平和なりきってくれました。では、今度は同じ平均台を、さあ、体の大きさの全然違う、マッシュ君が頑張ってくれます。すごい。さあ、だいぶ体は大きいですが、うまく渡れるでしょうか。さあ、それではマッシュ君、いけるかな。じゃあ、反対側から行ってみましょうか。さあ、それでは、ゆっくりですよ。そうです、そうです。さあ、慎重に、そのまま、じゃあ、もう一回頑張ってもらいます。そのまま。一往復行きたいところですね。頑張って。そうです、そうです。よいしょ、よいしょ。はい、ですよね。さあ、体の大きなマッシュ君でしたが、上手にね、壁台渡り、クリアすることができました。データと同じ運びそれでは次が最後になります。最後はファジ君がバランス気味で頑張ってくれた北京渡りに、さあワンちゃんのハナちゃんが挑戦です。さあ体の大きさがね、だいぶ違う猫ちゃんとワンちゃんですが、しっかりと落ちることなく1往復クリアすることができるでしょうか。さあそれでは準備が整いました。結構ね、台高いんでゆっくりで大丈夫です。そうですね、すごい。さあ、花ちゃん、ゆっくりではね、入りますが、しっかりと一歩ずつ足元を見ながら頑張ってくれています。さあ、そのまま、残りも頑張って、よいしょ。さあ、花ちゃん、見事にね、敵渡り1往復クリアすることができました。さあ、それでは以上をもちまして、今お見せできる全ての種目が終了となってしまいました。さあ、ちなみにね、青山台に座っていたので一回も出てきませんでしたが、実はまだこの中では一番の姉妹さんです。ちなみにビーグル犬で、女の子、名前をゆずちゃんというんですけれども、さあ、できることは一つだけです。この台の上から呼ばれるまで一歩も動かないというのが今日ね、ゆずちゃんの一番のお勉強だったんですが、まあ、一回もおりませんでしたのでね、これで良しとしたいと思います。さあ、もうちょっと頑張っていろんなことができるようにね、練習を重ねていきたいと思います。さあ、それでは最後は全員を代表してワンちゃんのハナちゃんとさあマッシュ君にも出てきてもらいたいと思います。さあ、それではまずはハナちゃん、こちらでくす玉を割ります。はい、じゃあこれ引っ張ってください。よいしょ。はい、上手です。さあ、中からはおしまい気持ちが出てきましたので、これにて終了したいと思います。はい、じゃあ最後は俺で終わります。どうもありがとうございました。レイ、おー、はい、いかにお見事でございました。では、次のお時間で終了したいと思います。最後までお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。いいですね。